初日行くろの動画見せろ。俺、ないもん、それ。初日黒出し動画って何？俺、加藤のところで YouTube で見てこいよ、それ。そんなあれよかったの？逆にあれで、あ、この人逆に天才だなっていう人がいたらいいよ。え？あの動画を見てさ、ね、あ、この人、天才なんじゃないの？もしかしてと。そういうね、人がいるんだったらいいけどさ、あれ完全に、俺のね、横山みどりってやつが、本物ってか、真の、し、し、芯出しされた瞬間じゃん。今まで、ね、グレーだったのが、完全にあれを見てさ、あ、こいつ、真だなっていうやつが多いからさ、あ、これ前の人狼のやつか。俺見たよ、でもこれ5月5日のやつさ、思い出すのも、恐ろしい人狼ですよ。ちょっとまあ、一回だけね。の方からルール説明させていただきます。みどりさんなんだ。今回のですね、人狼は、7人であります。で、ダンス。初日が見なし。んで、博覧です。博覧？って何？なんかあと聞きたいことがあったらお願いします。博覧って何？皆さん、博覧の意味わかりましあ、た？ごめんなさい、博覧って何ですか？博覧ってのは、ランダムに、占い師が選ぶんじゃうっていうこと。で、二日目からは、指定できます。わかりました。ランダム白出しってことですよね、一番最初、初日だけ。あ、そうです。そういうこと。初日だけ占い師に、人狼じゃない人がわかりまです。すよね。で、みどりさん用語で博覧でやっちゃったってことですよね。そうだと思いはます。い、わかりました。そういうことです。俺はやっぱみどりさんと付き合い長いから。言わんでもわかるわ。男子色ってことね。みどりさん、これ大丈夫ですか？いや、今コメントはもうね、見えてないから。楽しみだな。自身の役の確認は済みましたか？まもなく幕が上がりやまったす。ったったった。2番は人狼じゃない。訪れましサダた。は人狼じゃ。レモン汁サダ人狼だろ！おい、俺言いたくねえよ！読んでください。1番の方は発言をお願いします。ですね、僕、カミングアウトします。僕は占い師で、初日のランダムの白出しで2番のサダさんが、村人陣営であることが分かりました。発言をお願いします。あ、どうも。ですね。いきなりもう分かっちゃいました。3番さんのね、僕ですけど、2番、占ったところですね。黒出ししました。よってですね、僕、占い師、いいこい狼つ男マをジ占いで、しますこと、いつマ2番のジでバ方カがじですゃん。ね、狼、でしたんで、2番つったら村人勝てますんで、よろしくお願いします。サダさんは2番その方を占ってで黒が出たっていうことですかね。そういう事実ですかね。ですよね、多分1番さんの、加藤さんが、本物の占い師でだと思ったんですけど、横山みどりさんが本物の占い師の可能性もあるっていうことですかね。でもとりあえずルールを確認すると初日は ランダムで白しか出ないということでしたよね。それ多分、横山みどりさんが作ったと思いますので、今日一日、とても楽しくなりそうです。3番釣ります。あれなんだこれ。我が輩の番だ。みどりさあ、ごめんなさい。ちょっと言い方間違えたんですけど、カットいじった。さ、そう、ランダムで最初にさださんが出て黒が出たんで、さださん黒という意味で、以上になります。マジでやべえ。まあ、そうですよね。主催者のくせに、いきなりゲームをぶち壊すことをした。まあ、そうですね。最初の占い師は白しか出ないって言ってるのに、わざわざカットインって入って言い直して、もう一回サダさんが黒でしたって言ってたよね。だから、本当に頭の悪い3番が真の占い師なのか、それかこのうんこちゃんが真の占い師なのか、どっちにしても、まあ、やばい状態のこの横山みどりを、今夜は吊るし上げた方が得策なんじゃないかなと。今後、こいつが生き残ってても役に立つ可能性が薄いっていう状そう態がだ今出な。てきてますから。まあ、今後こいつが生き残っても役に立つ可能性が薄いですからってどういうことなんや、これ。ね、人狼のゲームで、
今後こいつが生き残ってても役に立たないから、吊るしましょうってどういうことなんじゃん、これ。リアルでそんなこと言ったら、ほんま犯罪ですよ、これ。リアルで、ね、俺にね、今後ね、お前が生き残ってても、ね、役に立たないから、社会の役に立たないから吊るしてあげますよって言われたらさ、悲しい気持ちになるじゃん、これって。ゲーム内の話じゃねえだよ。ゲーム内の話だろ。あれがゲーム内の話じゃなかったら、ただのいじめだろ。ただのさ、ね、弱い者いじめだろ。あれがゲーム外、人狼外のみんなでチャットの話だったら、何の意味もないじゃん。ゲームでもねえよ、そんなもん。